さあここからは大竹メインディッシュです。うん、ここでも皆さんからのメッセージをご紹介していきましょう、はい。どんどん紹介しましょう。まずこれから行きましょうかね。はい、さっきのちょっとあの電話のジェスチャーで親指と小指立ててなんかちょっと恥ずかしかったみたいな話がありましたけど、川崎市の59歳姫様プリンセスさんですね。はい、え毎日聞いています。ありがとうございます。えー、スマホ通話のジェスチャーというのはやっぱあるみたいです。ええスマホ通話のジェスチャーは、うん。 指をまっすぐ伸ばした手のひらを耳に当てる。え、これが。仕草だそうです。今、みやを進むさんじゃなはい。え、これで伝わる?。え、ごめん、ちょっと、こ、これ、これしてくるねみたいな。ってこと伝わりにくそうですね。知ってる人おらんか、そんなこと。あるんや、で、若い子たちをもしかしたら。 もうこれで伝わってるのかもしれない確かに身を進むやんって言われた後もこれもうねみんなもう若い子にも伝わらへんしあーそうかっていう自分のあるみたいですねありがとうございますじゃあヒコロヒサいきましょうかはい えー、栃木県七十一歳ラジオネーム佐藤女優さんからいただきました間に合わなくて外でおしっこしてしまいました <laughs> 玄関がパッと開いて、えー、息子が出てきてしまいました <laughs> 何やってんだよと言われ恥ずかしかったです恥ずかしかった <laughs> 見られたん <laughs> 間に合わなくてね <laughs>、まあまあ、あ玄関やったらいいからな確かにもう、ね、私有地内でしたらね、うん、ギリ大丈夫っていう、ねうん、<laughs> 息子さんが出てきて まあ、もう男はねそれはできるからまだね,、うん、ねそうですねうんうね、うん、ゴルフ場とかは全然もうその茂みとか行けば何とかやってますよみんなあそうなんですかうそういうもんなんですかもうだってもうトイレが近くにない時はもう仕方がないからえゴルフ場ってトイ,トイレはその、うん、結構あるもんなんですか、まあ、ゴルフ場によるけども9ホール前半があったらその合間4ホール5ホールぐらいで1個あるかなっていうぐらいだから、はい、なるほどじゃあそこ逃したら結構、うん、そうだからもうあの大きい方法とかもする人もいますよ 茂みの中誰も入ってこへんところでもうやってでも拭くもんないからボールを拭くタオルで拭いてとかは全然いますうい。毎回この人うんこしてるなっていいらっしゃいますからええんかそういうふうそれもありなんですねおおらかなんですもうし方がないですからもうそれはもうはい言うと森の中やからね誰も入ってこないっていうのでねやってらっしゃる方いらっしゃるでしょうねそう。 じゃあ袋さん行きましょうか、はいはいえー、東京都板橋区、えー、八百屋が台所さん30歳の方ですね、うんえー、小学生の頃夏休みにはよく近所のプールへ歩いて行っていました 1>, <お>1秒でも早くプールに入りたかった私は家を出る前に水着を着てその上から服を着てプール場へ向かっていました。 プールから上がり、事前に持ってきた服に着替えようとすると、下着だけ持ってきていないことに気づき、大金ピンチ。仕方なく、ノーパンで帰りました。ええ、キロが田んぼしかなくて助かりましたと。これ、しょっちゅうやってもてましたね、私も。おお。ちっちゃい頃とか。うん、まあ、あるあるな、これは、じゃあ。あるあるですよね、こう、家からプール行こうってするときに、もう面倒くさいから、水着着ていこう。って上から服着ていこうで、行って帰るときに、あ。 あ下に着るもんないっ持ってきてない持ってきてないって,、うん、ってなるっていうのはその日一日も下着なしで下着なしでえそれはでもさ、はい、スカートの時とかもあるやろスカートの時もあ,りますあったんじゃないですかな <laughs> なかなかのスリルですもん、ね、<laughs> ちっちゃい時ですよ成人女性のそれとはまた話違いますから。うん でも男性たまに思います別にノーパンでもよくないっていうか男性が普通生活しててあんまりなんで履いてんのかと思う時ありません結構蒸れるんですかね蒸れるね夏のね汗べっちゃべちゃになった時とかねいかみたいな気持ち悪くでしゃあないしでもそれはこちらも一緒ですよこちらも蒸れますからいやでもその 裏のの方感覚と分からへんねその男性にしか持ち上げて拭かなあかんとかの感覚が分からないそういうのがあるんですけど出てるのぺたっとくっついちゃってね女性は上の方はねむれるしおかんもようブラの下にタオル引いてたもんハンカチいてそれみんな嫌やって本番もやっぱ学生時代とか更衣室行ったらみんなこう拭いてましたもんそのむれるところブラジアのむれるところだってその夜とか寝たままつけはる人もいるでしょその下着をそうですねなんかその うん、なんていうんですかこうおっぱいの形を綺麗にはい、うん、<laughs> さすがお詳しい <laughs> なん<か>い<や>こういう話お詳しいトダイのリと思うで、ね、そうだね、うん、しんどいやなんか音をかしたら信じられないですよねんあんな締め付けられて、うん、夜寝るの寝るときはノーパンですか、うん、いや寝るあでもノーパンに、A、ズボンもある。うん あとはもうパンツだけとかもあるし基本的にはそうやなどっちかやなもうなあんまりその布をまとってたくないっていうところある布をまとってで上は裸やし夏場やったら古代のギリシャの人みたいな感覚でもう布まとってたくないって砂山さんどんな格好で大ャツ、短すか 下のパンツやっぱりこうご家族いらっしゃると変わるんじゃないですかやっぱわしら独身やからどうでもいいじゃないですか家で一人やったらちゃうでしょちょっとね確かに上のパンツは履かないかもね下着のパンツと T シャツだけとかでいっちゃうかもしれないなるほど確かにねヒコロヒーはマッパーでヒコロヒーはもう上はつけず下パンツだけ。 それはあと、あとティーシャツ。はい、ほう、そうそうそう。それピンポンって、宅配便とか朝方寝てる時に来た時は、もう慌てて着るってことですか。はいはい、慌ててきます。慌てて切って。ノーブラ。だからもう、その顔だけ出して、こう。え、うん、え。わかります。うん、こう、体あんまり見えへんようにすると。あと真夏やのに、なんか、うん。 コートみたいな着て出るとか。もうでも向こうは明らか分かってますよね。嘘。俺下着はい着てないんかなって思って春やろな。俺が互いやってたら思うやな。キモイ。二発も出るともんか。こんな短時間で。でもそうかバレてるか。バレてると思いますよ。そうですよね。確かに。でもまあ見たところでまあ寝起きなんやろうなぐらいですよね。まあまあ慣れて春やろうか。そう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 。はい。はい。 えー、神奈川県35歳女性の方ジャガーさんから頂きました、えー、デートの時はやっぱり少しでも女の子って可愛らしく見せたいってところがあるじゃないですか、うん、それでいつもは眼鏡をかけているのですが少しでも可愛く見せたくて眼鏡を外してデートに行きました。 私はシルク0.04で本当に目が悪いんです。黄色のおしぼりもバナナに見えてしまうほど。でも彼には自分をよく見せたいなんて思ったんですけど、公園の階段を上るとき、私は足元が眼鏡をかけていないのでよく見えなくて、うん、そのまま階段を踏み外し、どでんと転んでしまいました。うんうん、まるでドリフのコントみたいに派手に転び、大丈夫という彼の言葉にも平然を装って、うん、大丈夫。 と言って彼に振り向いた時には、ポタポタと鼻血が地面に滴り落ちていました。恥ずかしい。その後は会話らしい会話もできず。恥ずかしさで顔も上げられず、その後自然消滅する感じで、その彼とは終わってしまいました。うん、確かにね、こう<で>変にこうに、ねうん、気合を入れると。うん失敗するっていうのは往々にしてね、ありますよね。ちょっとあれやったかな、その、やっぱ。はい えー、そのデートやからあんまりその彼氏の顔を直視したくないというか、はい、恥ずかしく出てできんからもうぼやけてる方がやいやっとやっぱり眼鏡より眼鏡を外した姿の方が可愛いと思ってもらえるんじゃないかとか僕もそんなもんですけど、ま、あそうですか、はい、めっちゃ悪いですけど、はい、もうほんまにこの今このブースの中でヒコロヒーは、はい、うなもう男女区別つかないよ。 ほんま撮ってたららがんて言ったらうえ今は今度はしてるからあれですけど外で俺歩くのはちょっと怖すぎるなうそそんな見えないんや0.04って信号もなんとなく色で判別するぐらいじゃないなんとなく57かなぐらいのそっかじゃあもうそのぐらい悪かったらもうこれはこうなりますねな私でですすぐらいあるんか えーでも1ぐらいあるんじゃないですかね、うん、えー、なえなえなー何それは何どっかで目悪タイミングなかったの、はい、ゲームめっちゃしたりとか暗いとこで本読んでとか言うやん、うん、確かにでもが、うん、でも学生時代ずっと1.5とか1.8ぐらいで大人になってからは測ってないからもうちょっと悪なってるかもしれないですけどけど不便ないとでしょ全然不便ない 今だって私袋さんの原稿全部読めますもん。<あ>この距離とあの向かいに座ってる袋さんの原稿コンタクトつけててもそれ見えへんもん。そうですか。うん、1.0見えてないです。コンタクトをつけても。うんえー、ギリギリそうあるかないかぐらいのだから。ああ<ー>。いいですよね。え、すさん名義ですか。私の裸眼です。 おお、<や>じゃあいいんよ。羅漢ですけど、ちょ老眼で見えなくなってきて。老眼はど、ど何が違うんですか。<齢>その視力が悪くなること,と。こなんか近くがだんだん、なんかぼやけてくる。でも、原稿み大変じゃないですか。 そうだからまあ原稿ぐらいなら大丈夫ですけど<ー>、はあ、まだじゃあ老眼鏡つけてまだつけなくても大丈夫ですけど老眼鏡でも早いですよねつけるにはそうだから目が良かったんではい、はい、その分老眼くるのが早いって言いますねうもう4年ぐらい前からなんとなく怪しいなっていうままずっとえーーえー、じゃあ私もそ,そのパターンかもしれない早くくる可能性はえそうなんや ゲームとかしてもなかったんですか。なんだっけさっきからそれさっきから目悪くなるっていうゲームタクんですよほんまに目がいい人そんなゲームばっかしてたんですか。やってたね。テレビゲームテレビゲームやと思うわもう組んで親に内緒でそのねあのもう電源つテレビつながんでいいそのやつとかもやってたらやっぱよくなくなっていったやよな。私もでも暗いところで本読むとかやってましたけど全然悪くな <ら>のもうこれは遺伝みたいなもんがあるんかなのの。まあ、そうかもしれないですね。うん、いや、だから、今考えてますもん、そのレーシックとか、なんで。なでか絶対した方がいい。うんうん、絶対した方がいいって、みんな言いません。いや、しやけど。怖い、うん。怖い。怖いんですよ、ねうん、その手術中に、やっぱ、目の中になんかされてるのと、とあと焦げ臭い匂いがするっていうの言われて。あ手術中ね、匂いが。うん、ってなると、やっぱ、だって。 どうなんかその器具とかでまぶたはさ、はい、開けてあるけどその、はい、白目とか黒目は動かせれるやん。はい、で、はい、あかんところ動かしてその白目に行ってまうととか思うと。<laughs> <laughs> やっぱどうしてもね<で>ジュッジュとか聞こえるんですもんね今だから黒目にコンタクト入れあるやつもらうねそれが黒目にコンタクトああ、うん、そっちの方がなんかいいとは言うなへー、うん、そのなんかちょっと動画合わへんなってきたそのコンタクトまた変えたらいいみたいなあなんか友達がレーシックしたんですけどもう変にコンタクトを毎日毎日やるストレスよりも一発やっぱバンってやってもうた方が もうめっちゃ良かったと、言ってきたかね。ね確かにね。確かに勇気いりますね。ねもう一通、はい。はい、はい、行きましょうか。えー、ラジオネーム、ハゲちょりんさんですね。ハゲちょりん、横浜市三十二歳の方です。はい。えー、僕が中一の時の話です。はい。ある日、保健体育のテストが、抜き打ちで行われたことがありました。はい。内容は、男女の体の作りのようなことについてのテストだったのですが。そう あろうことが僕は100点満点を取ってしまいました予習 <laughs> <laughs> なしで保険対応のテストで100点を取ったことで周りのクラスメイトからこいつはスケベだというレッテルを貼られ <laughs> <laughs> 当時年頃だった自分にはそれがすごく恥ずかしかったのを覚えています。せっかく百点を取ったのに、あんなに不名誉なマネジはあの時だけですね。確かに。確かに。まだ勉強してたらならね、言えますけど、いや、予習ちゃんとしたもん。保険のテストで抜き打ちテストやめてほしいですよね。そんなね。そんなもん。確かにな。常にも知識があるという状態ってことだからね。悪いことじゃないんですけどね。いや、そうですね。確かに、レッテル貼られる意味もわかるし。年頃やったら、そうなるか。 えー、絶妙よねこれはね確かにまたそのテスト返される時に発表されたのな100点満点っていう嫌 <laughs> や,やな <laughs> <で> <laughs> 言わんといて言わんといてでれは名誉じゃないない嫌ですね<私>確かにな、うん、はい,しいまいお願いします、えー、大阪府ハワイランドセルさんです18歳 高校生の時というか去年とか一昨年とかですか学校からの帰り道で好きな芸人は誰かという話題になったんですがみんながかまいたちや見取り図千鳥などをあげる中自分はさらば青春の光が好きだと言いましたいいすると「東袋やんなニュースで見たことある」と言われたり下ネタが好きなんと言われたりして恥ずかかしったです胸を張って好きと言ってもいいコンビになってほしいと思いました。 単独ライブ面白かったです <laughs> 来てくれてんねや <laughs> なんやありがとうもあるしこいつあんまそんなこと言うなよもあるし <laughs> まあでもそうでしょうねいい子ですねいいファンじゃないですか,、まあ、なんかよく若い子に言われるのは親に言いませんっやっぱ怒られますとかもう,もうそんなんなってしもうたんですか <laughs> しもうたんですよやっぱなんかそうやなやっぱそのライブ僕らの来てくれてるっていうのは多分周りにも言えないしでますねそうかなんかもうね、うん 人あ,のあの時の隠れキリシタンみたいなことに、うん、<laughs> な,なってますよねこうちょっと言えない <laughs> まあでもまあその周りの友達も知ってくれてのはありがたいよね<ー>うんまだそう,かそ,うかそういうのでも聞いたことはあんねやではなんのはえだからその「あ知ってるよ,よあれ、うん、後ろの壁でよく見るよ」とかはい、はい、じゃなくてニュースで見たことある <laughs> だからもうネットニュースからギャラもらいたいもんやけどね 確かにね写真も勝手に使われて下ネタが好きなんてなるんですねちなみに9月1日2日で「五穀豊穣」単独ライブシリーズ浅草公会堂で上演予定だはい振り返公演がありまして私も見に行かせてください。そ はい、一回ねちょっとコロナでそれこそ延期になっちゃったんですよね。よはい、ちょうどもうその日に陽性が出ちゃって、うんはい、やれなくて大変でしたね、えー、いやそれ、うん、まあこればっかり今ご時世仕方ないじゃないですか仕方ないこればっかりは、うん、森田はお前のせいで単独なくなった <laughs> しっかり言うよい あんまり言うことない。<laughs> あんまり言う人いない、それ。もう仕方ないっていうね、う共通認識あるのに。<laughs> <laughs> まあ、でも、皆さんよかった、ね。うん、配信もありますので。いしあしょうかはい。じゃあ、栃木県桜市ラジオネーム夏でも寒いさんから。 えー、私の恥ずかしい経験は混雑している時間帯に駅の階段から転げ落ちたことです。周りの人がみんな私を見ていてとても気まずかったし足をひねってしまって立ち上がれないくらい痛かったのに誰も大丈夫ですかなどの声かけをしてくれなかったことが切なかったです。駅員さんに助けてもらいながらなんとか帰宅しましたが東京って怖いなと思った出来事でした。ど,ど,どっちがいいいいいでですすかかかあ<ー>ああううのもう声かけてほしくなな時もあるじゃないですかうそ 見てなかったふりしてくださいよっていう感じのとでも逆やと絶対声かけちゃいません誰かバーンバーンこけたら大丈夫ってなりませんいやよっぽど頭打ってるとかそれやったらそれたらなあかんけどちょっとつまずいて足ぐらいやったら声かけたのもちょっと気使うなっていうかでもこの夏でも寒いさんは駅の階段から転げ落ちて足をひねってしまって立ち上がれないんですそんな状態の人に蒲田放送曲ぐらい 前からまあそれは心配するかちょっと上から行くと,ちょっとやっぱそりゃえー、何してん何してん大丈夫ってなりませんにかあ<ー>あそこまでまだないからな3段4段とかならまだあるでしょうけどでもなんか私も東京来たての日に新幹線で東京駅に着いて駅のホームを歩いてたら雨の日やったんですけど女性があれがベシャンとこけたんですよそのホームでー、はい、でなんかこう雨やもグズグズのところで荷物がかバーて、うん。 飛び散っってててそうんんんのみな無視したですね私もう来たての日やったからみんなめっちゃ冷たと思ってこれが東京かとそうで私バッて駆け寄ってその人が飛ばした荷物バッて拾って「大丈夫ですか?」って言ったら私がその人に無視されたんですよ「東京東京」東東京京と思ってだからそれも恥ずかしかったのよ「もうほっといてくれ」っていうやつやった でもまあさすがにありがとうは欲しいよねなかなか集中を受けたやもう洗礼やそう冷たかった東京はでもどうせ田舎から出てきてるんやけどなと思わへんねみんなねこっちもそうやけどそうんかどっかにあるんやろな東京というのに染まっていかなあかんねやっていうのがねイメージとかもね実は実態がなかったりするんですけどねさんどこ出身ですか山口 山口からなんかやったらもうドキドキやったでしょね変わんないどこも変わらない何を大阪のマウントとも変わんない大阪も電気ありますからねだと電車とかもないでしょやばいやばい山口上から目線セが大阪で山口にマウント取ってる大変やったでしょ空気の感とかも違うし行き行きしだ今もビルとか見ると緊張するでしょエレベーター乗れますビルぐらいあるわ 大丈夫ですか？今マンションですか？かマンションってあるんですか？<マ>そんな、まま、オートロックあるんですよマンションって。いやいややっぱりね <laughs> 慣れないでしょうか慣れたら緊張する。<laughs> いやしてるやん十年先に来てるわこっちの。ねほんまや。ね、や言うたってください。も,ね、もう素直さんも我慢せずにね。マグロの人に怒られるら。ほんまですよ。袋山 <laughs> さんあもういつありますか。はい。ええー、と神奈川県相模原市ですね。え <laughs> ラジオネームがばちょさん三十七歳の方です。はい、えー、こんにちは。 最近ネズミがキッチンに出没するようになってこれはまずいと思って家族が寝静まった後に粘着性のシートを敷いて寝たのですが夜中に喉が渇いて目が覚めたので冷蔵庫に麦茶を取りに行くとき自分がネズミ取りシートに引っかかってしまい転倒し髪の毛に粘着シートがベトベトについてしまい脱出できずバリカンで坊主になる羽目におまけに眉毛もベトベトで反る羽目にお使い お恥ずかしいですとわそれすごいねすごいお恥ずかしいとかっていういいよねもうその一瞬で終わるわけじゃないからなそうですね仕事とかもちょっと大変よくできますからねどうしたんどうしたんってなりそうですもんねやっぱさすがに無理なんかやっぱもうそってまわないと取れないんじゃないですかネズミ取りシートはめっちゃ粘着力強いですもんねバイトしてた時によくあっ あるじゃないですか飲食店とか冷蔵庫の下とかに置いてたりする間違えて踏んだ時とかもうとんでもなかったですもんああもう靴でもってことですかそう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 取れへん取れへんってなってはいはいはいそれが顔に頭についたと思ったらうわうわいや男性やからまだ確かにですけどね女性やったら眉毛もそっからな もう人変わるししかもネズミ取りでっていうのが人にもそう「ネズミ出んの?」みたいなそこもあるもんなダブルの恥ずかしさもあるしネズミ出るようなとこ住んでんねやっていういやいらうねえことを言われるのも嫌やし確かになまあねでもこれが家族と一緒に住んではるからそれが他のね奥さんとか子供になったらめちゃくちゃ怒られるやろなほんまや。 ってよとなってるだろうから、うん、まあ自分で良くてよ,かっ,すよ、ね、かったかもしれないですけど、うん、ああ<ー>相当な経験のこれは、うん、<laughs> 次行きましょう。えー、墨田区のトロたくさんです。四十五歳男性の方、えー。私は飲食店をやってるんですが、うん、職業病として、はいえー、例えば客として外で食事をしているときに。はいうん お店のとかガラッと開くとつい条件反射でいらっしゃいと言ってしまうことがあります。これはかなり恥ずかしいです。飲食店あるあるかもしれません。条件反射ですね。もうね染み付いてるんや。確かにいいお店ですよね。すいらっしゃい。なんか私もこの仕事をしててなんかあの現場とかでスタッフさんとか教員者の方が例えば砂山ですあのねあの文化放送の砂山ですってこう。 ご挨拶していただいたら、あ、ヒコロヒーですよろしくお願いしますって、こう、なんかもう返す方、これが染み付いてるから。タクシーとか乗るときに、なんか日本交通の竹山と申しますって言われたら、ヒコロヒーで、まあ、まあ、やってます。よなんで自らあかす。あ、間違えたと思って。もう、それも反射やな。そうそう、反射、これも病、なんかその職業病という。うで、僕らの、この、世界。 おお会いいいしたらはようござますじゃなですかの業種の確かに言うとえなんでってやっぱりまだ違和感あるんでしょうね。ありますよね。それはもう「こんにちはこんばんは」使わなあかんねやな社会人としてと思う時きだけど。か逆に「こんにちは」とか言われるとすごいすごいんか上品に聞こえるというかいやでもそれは普通なのよほんは。 おかしなってんね、うん。こんにちはってなったりしますもんね。<laughs> 世間なんやけどな、そう、ね、誰が決めたんでしょうね、あんなおは,、ね、おはようございますって。 確かに、うん、もうだから夜中から仕事とかもあるからもう統一しようよっていうのを金ちゃんあたりが決めたんですから、ね、<laughs> 萩本さんあたりが <laughs> あ金さんが決めたんやいつからなのか確かになんか俺らももう当たり前かのように使ってますけどうん、うん、別に教わらないですけどもうなんかそうなっちゃってますよね何なんやろななんやろでも映画って の現場とかってとかから始まったんじゃないですかイメージ？バラエティーとかじゃないかもしれないか。そう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 。バラエティーのバラエティーの現場なのかな。これちょっと機嫌知りたいですよね。誰が誰が言い出したんやろ。なんかまああの聞いたことあるのは夜から始まっても新鮮な気持ちで現場に入るみたいな。あそういう意味もあるね。そうそう意味でおはようございます。これからが始まりですみたいな。はあ。 そうでもなんかそういうそういうなんかマインドってめっちゃ映画の現場っぽくないです。っぽいっぽいですよね。確かに。うん。昔ながらの夏だけど秋のシーン撮るとかね。そう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 違うシーンですからね。そうか。これはどっかでわかるんですかね。ね。今浜辺のウルフさんが必死に探してる。先輩がしらえてくれる。ウルフさん何でもやってくれる。もう一枚いきますか。はい。わかりました。えっと。 茨城県ラジオネームひょうたん屋51歳の方からですこの間久しぶりに都内まで電車で出かけました自動改札でスイカをセットして入ろうとしたのですが通れませんもう一度とタッチしても通れず駅員さんが出てきました通れないんですがとスイカを見せたらお客様これ何の子ですよと指摘されるまで気がつきませんでした普段自動車がメインの生活なんでと言い訳してもダメですねああ恥ずかしいという。 ねこのー IC カード系はやっぱり要はありますよ私もしょっちゅうやるしょっちゅうやりますよ銀行のカード間違えてピッてやってられるとあまあ同じ大きさやからな、ね、そうそうそう,そうあれもなんか全部こう小指ぐらいのサイズにしてくれたらよくないですか余計わからないですよ、ね、<laughs> まだ煩わ,わしいそれもめっちゃ煩わ,わしい今でも,もう携帯でいけるんでしょ

えー、基本的にはもう現金,現金派はいもう財布にある程度入れてもう持ち歩いてじゃあその電車乗る時のあれはどうして貼るんですか？はい、だから電だから基本的に車移動やから<ー>だからちゃんと乗るときはもう切っ ぶかわなあかんよな、そういうの。使わないんですね、電車もあ、んまり。そっか、運転されるから、あのオレンジのジープで。オレンジの、バカでかいジープで。いや、だから、そう、だから、コンビニとかで、みんなピッてやるじゃないですか。だから、それもまだ、ほんまに、これでお金払えてんのとか。確かに。多めに行かれてない、その、だって、の、店員さんが多く打ち込んだ、そうなっちゃうから。確か、に最初は、I. C. カードで、こうチャージするじゃないですか。チャージ、千円入れ。 でチャージされました。あれこの千円はどこに行くの?。そう思うよね。思ってましたね。信じない。でもそれは山口からてきたよ。余計思うね。それ東京出てきてからです。まだそんな時代じゃなかった。まだキ切符。元気あるわ。葉っぱとかで。もう完全にこれ山口。いや、山口の皆さん立ち上がってください。立ち上がりましょう。これね。ウルフさんが調べてくれました。お。 あのおはようございますの期限ですのでね、はい <laughs> うん、始まりは歌舞伎の世界歌舞伎の裏方さんが出番前に練習のために早く楽屋入りしている役者さんにねぎらいの言葉としてかけた言葉「うん、おはやいおつきご苦労様です」っていう言葉が始まりだったと。 挨拶というよりはい、はい、その現場でご一緒する人々へのねぎらいという意味合いなんですね,、うん、そうですね早いお好きでまあ出番前にやっぱり練習を<ー>相当するんでしょうね歌舞伎はねあじゃあ気持ちを込めておはようございますって言わなあかんってことですねお前やあは<ー>これは勉強になりましたね,ね歌舞伎や 歌舞伎んかわからんことあったらウルフさんが調べてくれるんですねウルフさん園山さんが上京した当時現金やったか葉っぱやったかだけちょっと調べてだい、ねね、<laughs> <laughs> 怪しいもんなんだ <laughs> 本当に現金だわはい現金だわ <laughs> <laughs> さあ恥ずかしい話この後の3時台も、えー、ご紹介していきます <laughs> メールはゴールデンアットマーク JOQR ドットネットファックス0354031151、えー、今日読まれた方全員に番組オリジナル冷蔵庫マグネット略して「レーマをプレゼント プレゼントします、はい、まだまだメールファックスお待ちしていますお待ちしてます